非常に警察がしっかりしている、警察官の数も非常に多いですし、暗い道がないと。でさらに言うと公共の交通機関が非常に発達しています。で深夜近くまで公共輸送が可能であるし、一番象徴的で面白いのはですね、電車の中でバスの中でほとんどの日本人が居眠りをしている。でこれはよその大都会ではありえないんで、つまり居眠りしても泥棒にも合わない、強盗にも合わないっていうんで安心してるんで、まあ、象徴的に言うとそういうことだと思います。私は今からの街づくりのポイントは、発展途上過程にあるときはモータライゼーションをやってきた、逆の方向でディモータライゼーションをやるべきだと思ってるんで、やっぱり交通渋滞、そして車の排気ガスをなくすということも、その都市の安全にとって非常に重要なんで、今高速道路の環状線を3つ作ってます。それがオリンピックまでほぼ完成する。そうすれば都心に入る車の半分はなくなります。オリンピックを前にしてなるべく排気ガスを出さないという意味で自転車レーンを設置する。でそれともう一つは世界に先駆けて水素社会で、水素の燃料電池ので走る車を私は試乗してきましたけど、非常に素晴らしい。例えばオリンピック会場近くはそういう電池自動車しか入れないというようなことを含めて、非常に環境という意味での安全、これを担保していきたいと思ってますので、まあ、そういうことも政策だと思ってます。東京の強みっていうのは経済が非常に強いということなんで、そういう経済の強みを生かしていきたいというふうに思ってますので、まあ、いろいろ問題点がありますけど、それを一つ一つ克服しながら2020年の大会に向けて準備をしたいと思ってます。観光客は今1000万人を今年超えましたけども、6年後には2000万人に増やそうというふうに思ってます。一つはテロ対策を真剣にやらないといけません。それから安心安全ということを考えるときに、防災というのが非常に重要になってきます。直下型地震が起こる可能性が非常に高いということを言われてますね。でこれ今都市計画で木造密集地域を、まあ、最近の例で言うとトナラモンヒルズのようなスカイスクレーパーに変えていくということをやっていく作業を今進めておりますので、どうすればそこに住んでる人の生命と財産を守るかということなんで、これ今全力を挙げて危機管理をやってます。都市づくりで一番の問題はやっぱいろんな意味でのインフラだと思うんで、例えば首都高速道路をポッとこう上見上げた時にコンクリートが剥げ落ちそうになっているところがあったりしますね。で常に古くなりますから、常に新しく更新していくっていう作業をやっていかないといけないんで、その意味での安全性がこれからの一番東京にとっての問題じゃないかなと。あとはもう大体解決できるというふうに思ってます。リサイクル社会を作っていく、ものがもったいないっていう社会を作っていく。江戸時代の日本、東京っていうのは世界の最高水準にあった。今ちょっと非常に豊かな社会になって、ものを粗末にするようになったんですけど、しかし東京都の清掃事業を含めてなんですけど、リサイクル社会が非常にうまく、ゴミの分別収集ってこともやってるし、それから都市鉱山というように携帯電話とかスマホとか捨てられたものからレアメタルを取っていくというようなことで、ものすごいリサイクル技術が発達しています。環境に非常に優しい、そういうその負荷を、環境に負荷をかけない街づくりっていうのは今からの東京の目指す方向で、でその方向は2020年のオリンピック・パラリンピック大会に向けてますます進めていかないといけないんで、世界のモデルになるような安心で安全で快適で、そして空気のきれいな、そういう街にすることは可能だと思ってますので、まあ、その政策を今進めているというところです。